数に始め、実戦空手界において前人未到の大記録を打ち立てた鉄人である。早く行ってやろうっていう多分気持ちが働くと思うんだけどね。そこのところちょっと注意しちゃって。おっす。2003年、彼は動いた。理想である最強の空手を追求するため、空手道和美道場を創設したのである。この作品は和美はじめ上昇の極意と、彼が生涯をかけて追求する和美流実践空手のすべてを余すところなく網羅したものである。数々の大会を制し続けた和美はじめの空手の特徴は、運足を基調とした間合いの取り方にある。彼は何を考え、何を感じながら間合いを支配していたのか。難攻不落と言われた和美空手の真髄がここにある。お互いに攻撃していきますけども、まずね、相手と構えた時にね、ただ相手と何気なく立ち、ね、向かい合うんではなくて、相手との間合いですとか、そういったものをきちっとこう敏感に感じ取って、どの辺にまで入ったらやばいかなとかね、よく自分なんかもまあそうなんですけど、そのフルコンの試合で見受けられるのが、構えて初めでぐわーっとこうね、不用意に近づいてしまう、そういう人をよく見受けられるんですけども、そう、実際そういったね、場面というのは非常に危険ですから、それをちょっと、なくしていくようにして、まずきちっと相手と向かい合って前をしっかり作り、自分の中でいつでも前にも後ろにも横にもね、動ける、攻撃できるっていうような、この体の心の中のその準備というかね、そういったものを常に持ちながら、かといってそれを別に前面に押し出す必要もないですし、普通にスッと構えてね、冷静な部分、そういった自分の中で心の中の準備というね、いつでも動ける準備というものを中で作って、立ち合うようにしよう。やってみてください。ちょっとそれを意識して。まず相手の攻撃が当たらない場所を見つけ、そこで前後左右自由に動ける準備を心と体に作っておきます。
止めて動いてるんだけどね、間合いがかかってないんだよね。ただ今やっててこう、あのね、横にこうふーっと動いたりこうね、体入れ替えたりはしてるんだけども、間合いが全然変わってないから、こっちとしては結構技狙いやすいことになるから、もうちょっとね、この間合いを、維持するんじゃなくて、逆にこの間合いをスッと瞬間に潰したりとか、足一足でもいいから距離取ったりとかね、相手とのこの前後の距離をちょっと意識してで、それから、相手の技が来てから反応するんじゃなくて、自分が相手を動かすように、もっと言うと、相手のちょっとした動きに、ちょっとした動きを見逃さない気持ちでね、ちょっとやってみてください。いつかずまた攻め急ぐのでもなく、自分が動くことにより相手の反応を引き出して自律的に間合いを操作します。基本的にこれは受けじゃないから、自分が構えて動いて中に入った時ってのは、まあ手は出してないけども、実際この中に入った時ってのは攻撃あるいは崩し、外すときはもうずっと外す。これをちょっと意識して、ただ前に出るとか下がるとかっていうことじゃなくて、基本的にはこれにバーンと攻撃が入る。前に入る。いつでもパッと入る。ね、引くときは引いて、またそこから入るかもしれないし。全部、受けっていうふうに考えちゃうと、相手の攻撃を受けてから何かしようね。受けてから、引いてから何かしようだと、全部一テンポ遅れちゃうから、手足は出さないにしても、いつでも反撃はできるというようなちょっと心構えで、もう一回やってみましょう。実際にカウンターを取って、まあ、全部が全部行こうとしなくていいから、自分のこのスーッとこの構える中で、相手の技の起こりをきちんと見極めて、技が今来るかなってね、自分の。カズミはじめ、実戦空手界において前人未到の大記録を打ち立てた鉄人である。早く行ってやろうっていう多分気持ちが働くと思うんだけどね、そこのところちょっと注意しちゃって。2003年彼は動いた。理想である最強の空手を追求するため、空手道カズミ道場を創設したのである。この作品はカズミはじめ上昇の極意と、彼が生涯をかけて追求するカズミ流実践空手のすべてを余すところなく網羅したものである。
数々の大会を制し続けた和美はじめの空手の特徴は運足を基調とした間合いの取り方にある。彼は何を考え何を感じながら間合いを支配していたのか。難攻不落と言われた和美空手の真髄がここにある。お互いに抗議していきますけども、まずね、相手と構えた時にねただ相手と何気なく立ち、ね、向かい合うんではなくて相手との間合いですとか、そういったものをきちっとこう敏感に感じ取ってどの辺にまで入ったらやばいかなとかね、よく自分なんかもまあそうなんですけど、そのフルコンの試合で見受けられるのが構えて始めでぐわーっとこうね不用意に近づいてしまう、そういう人をよく見受けられるんですけども、そう実際そういったね、場面というのは非常に危険ですから、それをちょっと、なくしていくようにして、まずきちっと相手と向かい合って前をしっかり作り、自分の中でいつでも前にも後ろにも横にもね、動ける攻撃できるっていうようなこの体の心の中のその準備というかね、そういったものを常に持ちながら、かといってそれを別に前面に押し出す必要もないですし、普通にスッと構えてね、冷静な部分、そういった自分の中で心の中の準備というね、いつでも動ける準備というものを中で作って、立ち合うようにしてやってみてください。ちょっとそれを意識して。まず相手の攻撃が当たらない場所を見つけ、そこで前後左右自由に動ける準備を心と体に作っておきます。動いてるんだけどね、間合いが変わってないんだよね。ただ今やっててこう、横にこうふーっと動いたりこうね、体入れ替えたりはしてるんだけども、間合いが全然変わってないから、こっちとしては結構技狙いやすい気分になるから、もうちょっとね、この間合いを、維持するんじゃなくて、逆にこの間合いをスッと瞬間に潰したりとか、足一足でもいいから距離取ったりとかね、相手と この前後の距離をちょっと意識してで、それから、相手の技が来てから反応するんじゃなくて、自分が相手を動かすように。もっと言うと、相手のちょっとした動きに、ちょっとした動きを見逃さない気持ちでね、ちょっとやってみてください。
いつかず、また攻め急ぐのでもなく、自分が動くことにより相手の反応を引き出して自律的に間合いを操作します。基本的にこれは受けじゃないから、自分が構えて動いて中に入った時っていうのは、まあ手は出してないけども、実際この中に入った時は攻撃あるいは崩し、外す時はもうスッと外す。これをちょっと意識して、ただ前に出るとか下がるとかっていうことじゃなくて、基本的にはこれにバーンと攻撃が入る、前に入る、いつでもパッと入る、ね、引く時は引いてまたそこから入るかもしれないし、全部受けっていうふうに考えちゃうと、相手の攻撃を受けてから何かしようね、受けてから引いてから何かしようだと全部1テンポ遅れちゃうから、手足は出さないにしても、いつでも反撃はできるというようなちょっと心構えで、もう一回やってみましょう。実際にカウンターを取って、まあ全部が全部行こうとしなくていいから、自分のこのスーッとこの構える中で相手の技の起こりをきちんと見極めて、技が今来るかなってね、自分のその来るかなっていうそのか、ね、感覚で、はい、見てから反応するんだって。俺が攻撃した時に飛ばせてる、ここね、ふーっとこう漂ってるね、それがすごくいい。それは俺が来てない時、で俺が来た時にそれがもう固まっちゃって止まって、やっぱ返したってことなんだよな。俺が来た時にじゃあ どうしようかってちょっと考えてみて、俺が攻撃した時に、引いてさ、引いて無理して入る必要ないから、ね、これは距離によって、前によって引いてもすぐ入れる距離だったら入ってもいいけども、引いて距離があったらさ、そこからまた入ろうとすると、次の攻撃もらう可能性もあるしね、自分のバランス、体勢崩す原因だから、無理して入らなくていい。ただ今みたいに外すのに、それから俺が攻撃行った時に、ちょっとこう潰す、これはまあ、これも一つの崩しだからね、攻撃だからね。技を出し急いで無理やり入ろうとすると危険なので注意しましょう。あのね、これも一歩間違えるとこういう姿勢、受けて返しになっちゃうから、あのね、できればね、相手の技がここまで届く前に返してもらいたい。パンチ打ちして、ね、ここまで、まあ、理想を言えば足がもうこの上がった時にもう反応してる。これがここに来てから、あ、蹴りが来た、返さなくちゃってなると全部ゴテゴテ回っちゃうから、ちょっとした、だからさっき言ったちょっとした動き、ちょっとした動きを見逃さずに反応するようにちょっと意識してください。
足が上がるまで。和美はじめの代名詞の一つでもある合わせ技。ただ相手の技に合わせるのではなく、常に相手の機先を制し攻撃することが重要である。外したり前入ったり、ね、こう自由にこう動いた、これがまずベースになりますから。それにさっき言いましたけど技がついてくるという形。基本的にだから足が出ていかないと技届かないし、当たったとしても相手にいいダメージを与えることができないから、基本的にはやっぱりね、自分のこの運速、これが大事だと思います。相手の攻撃が来てから動くのではなく、初動に反応して体ごと入る思い切りの良さが必要です。今の気持ちを持ちながらね、じゃあ最初にやったこっちの攻撃します。それを今度は受けるんじゃないよ、さっきやったようにスーッと漂いながら、漂う中でいつでもパッとね、瞬間に入れる、瞬間にずれれるっていう体の中に準備 を作っておいてください、ね、で今度はガードを下げます、ね、もう手で一切こうやろうとしない、もう足別に失敗してもいいから、足の動きだけ、運速だけ、スッ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 と、中は漂う感じでね、やってみます。入ってくるでしょ。入ってきた時に技もらいすぎてないか、別にもらってもいいんだけど、要するにこの距離にいる時間が長すぎる。この稽古はノーガードで戦うのが目的ではなく、手に頼らず見切りで反応できるようにするのが目的です。ゲーム感覚でやってみると、自分の受け、運速の癖が見えてきます。ちょっとやめてて、まあちょっとね、みんな普段やり慣れてないことだと思うんで結構難しいと思うんだけども、特にノーガードでやるからさ難しいと思うんだけどね、リズムがさ、こうなんていうの、全部ずっとね一定に動いてるんだよな、みんなが。だからこっちとしては攻撃しやすい。例えばさ、動きの中でファッとこう瞬間に行かなくてもファッと
動かれただけでさ、こっちはうわっ何か来るかなっていう恐怖心がね一瞬出てくるわけ。そういうのを相手に感じさせるようにして動きながら、ね、で次はちょっとさ、お互いに、まあ技出し合うんだけども、技を出し合うのが目的じゃなくて、相手のリズムとかそういったし、ね、相手の心理とかそういうものをちょっと崩すの目的に。そう構えてね、リズムって言ってもいろいろあると思うんでね、大きいふーってこういうリズムもあれば、ちょっと小さく動くリズムもあるだろうし、ゆっくりこう動くリズムもあれば、瞬間にパッとね動くリズム、これを全部織り交ぜながら、それは別にそれが攻撃になってもならなくてもいいから、自分の常にそのリズムを止めずにやることをちょっと目的に意識してやってみてください。しなくちゃいけないなっていう、もう何も考えない、もう普通にスーッとさ、さっき見た漂う、ね、それが早くたね、行くかもしれないし、ゆっくりふわーっと漂うかもしれないし、それはもう別に自分のね感じた通りにやればいいから、やってみようか。フルコンタクト空手の試合は限られた時間内で目いっぱい攻撃し続けるといった印象があるが、和美はじめの空手は攻撃の手数自体はあまり多くない。むしろ攻撃する前の間合い作り、攻撃し終わった後の動きに細心の注意が注がれている。そしてこの意識こそが彼の攻防一体の空手を可能にしているのである。月は空手の命である。一撃で相手を倒す技であり、強い突きがあってこそ蹴りも生きてくる。和美はじめの突きの極意をここに公開する。逆突きで、まずきちっと自分の腰が入る、突きを出せるかどうか、前が変わってくると違ってると当然強い腰の入った突きが打てないと思いますから、まずそこがきちっと自分が腰が入る突きが出せるかどうかということによって自分の制空権を知ることができると思います。逆突きを中心に組み手を行ってみると、自分の腰が最も入るバランスや体の使い方が分かります。またそれにより自分の制空権がどのくらいかも理解できます。いや、よし、いや、私がよく使ってたリードパンチっていうのは本当に、相手を、まあ、聞かせるのもそうなんですけども、相手を崩す目的が結構多かったですね。でこのリードパンチを打ってから蹴りにつなげると、いうことを、意識してたんですが、ただこのリードパンチ打つ時の注意点としては、まずただ手を出す、こういう突きにならないということですね。相手をここでしっかりガツンと崩す、それでいて自分の体軸、体が崩れないということがまず大事だと思います。相手が技を仕掛けてきた場合、の使い方なんですけども、来た場合にも、ね、これで相手の技を止めることができるし、蹴ってきた時もドーンとね
崩すこともできます、あるいは接近した状態から、まあ、一つの例なんですけども膝蹴り、特に身長高い、人が膝蹴りをよく蹴ってくるんですね。そういう時に膝蹴ってきてパパッ、ね、前の手でごめん、ドーンとここから入ってドーンとね、前の手で、相手を崩すこともできるんですね。ですから自分から入るで技をつなげる場合と、相手が来た場合にスッとカウンターを合わせる、相手が来たに対してドーンと崩す、こういう使い方ができますの、できるので非常に便利だと思います。自分から入るとき、相手の攻撃を止めるときなど、リードパンチは大変便利で自分の間合いを作れます。ただし出し急いでつんのめるとカウンターをもらいやすいので注意しましょう。そしたらまず突き、突きの、まず相手のね、その突きで相手のどこを中心を捉える傾向なんだけども、ただちょ単純にねこうまっすぐ打つって言ってもこう人間の体っていうのは、筒状になってるから、うまくその相手の背骨に自分の突きが浸透するような角度っていうのをちょっと自分各自で研究してください、ね、突きがこうひゅいっと流れないようにちょっとどこを狙うにしてもどうやったら相手の中心を捉えるかっていうね、それをちょっと稽古しましょう。右のこっちの突きがこういう感じで流れちゃってるから、うん、こういう感じでね、それが流れないようにちょっと考えて、強い突きを出そうとするとつい押すようになりがちです。相手の体型を考え体の中に浸透させる突きを打つにはどうするかよく研究してください。今度はじゃあその入るタイミングも自分から仕掛ける入る場合と相手の技に対してタイミング合わせる倒す突きの打ち方あると思うので、それをちょっと研究していく。まず、自分から入るパターンで、ね、どうやって、タイミングを外して効かせられるかなっていうのをちょっと考えながらねやってみてください。そんな感じでやりますね。それであとはいかに自分のそのパンチを今、まあ、この辺で止まってるでしょ、ちゃんと中心取られてどこまで入っていけるかっていうね。普通に構えてみ、受けるつもりで動いてみ、相手の呼吸や意識を揺さぶり体の緩んだところを狙います。どうやって相手の胸を突くか研究してください。今度は相手の攻撃に対して合わせていかに効かせるかと、例えば
パンチじゃ逆打ってください。こっちパッと打ってきてね、この突きに合わせてそのままドンと入れば嫌だろうしね、こっちも来たらドンと合わせる。蹴りなんかもさ、じゃあこのね、どのタイミングが効くかってちょっと稽古してみて。例えば相手が技が、ね、出る前、技の起こりに反応した方がいいのか、それともある程度まあね、体これもらっちゃうしょうがないんだけども、少しインパクト外しながらドーンと入った方がいいのか、相手が完全に蹴って、はい、引いたところ、引いてください、引いたところを、ね、もう一回引いたところを入った方がいいのか、これはあの多分タイミングと効き方違うと思うんだよね。あの相手の腹筋の締め方もあると思うから、そのタイミングをちょっとゆっくりやってみて。相手の技の起こりを見逃すなっていう先で前に言ったと思うんですけども、これつながってくるんだよね。あのやっぱもらってから返すじゃん、もう相手もさ打って引いた状態で来たってこれ対応しちゃうわけだから、技を出してる時ね、打たれたら今やられてすごく嫌だったと思うんですけども、相手の技の起こりを見逃さないようにして、ね、攻撃を仕掛けるときは最も隙ができやすいので、その隙を確実につきます。攻撃の起こり、攻撃の瞬間、攻撃の戻りなど、いろいろなタイミングでつけるように稽古しましょう。まあ自分なんかも本当にとにかくいかに力つけて、ね、この腕力をつけてさ、力で倒そうってずっと考えてたんだけども、結局やっぱり来るって分かるパンチっていうのは結構、まあ、それなりに痛いかもしれないけど頑張れちゃう、倒れはしないんだよね。でも、そんなに力がなくても今みたいに例えば相手がこう受けるね、受けるタイミングを外したりだとか、相手が攻撃してきてる時とかね、その打つタイミングを変えるだけで全然違ってくるんだよね。だから体の体力に任せた、ね、打ち方とかそういった組手を目指すというのも、それいかにこのタイミングでね相手を倒すかということをちょっとこれから研究していった方がいいと思いますから、自分にもう自分がね全然力が全くないというような、イメージで、ね、やってみて、いかに相手の胸を突くか、タイミングをね外したり、ずらして打つかということをね、これから研究していってください。相手の中心を捉える角度と相手の胸を突くタイミング、これらが一体となり筆頭の突きとなるのである。よいしょ、よし。足は手の数倍の威力がある。その足にいかに正確に力を伝えるかが蹴りのポイントとなる。ここでは前蹴り、回し蹴りを中心に解説し、筆頭の下段回し蹴りがどうやって生まれたのかに迫る。はい、前蹴りですが、モーションをつけずに、そのまま相手に悟られないように、蹴るようにしてください。膝を抱え込むことを意識しすぎますと、このようにどうしても力みが入り、相手を押してしまう前蹴りになってしまいますから、そのまま下から蹴り上げてください。はい、この時注意するのが、よく前蹴りをすねで止めるすね受けですね。はい、すね受けされてそのまま勢いよく思いっきり、くっ飛ばすと、当然自分の足痛める可能性ありますから、受けられるなと思ったら
すぐ引けるようなその体のコントロールが必要だと思います。前蹴りは空手ならではの蹴りで身につければ大変有効ですが、同時に怪我をしやすいのですぐ蹴り足を戻せるように体をコントロールしましょう。前蹴りも突き同様ボディで倒す場合、何よりもタイミングが重要になります。そのためには相手に悟られない体のバランスと相手の胸を突く感覚が必要です。この状態からただここで蹴りを出しても、威力が当然相手にも伝わらないですし、足先だけの蹴りになってしまいますね。ですから入るときは大きく相手の中心を捉えながら大きく蹴るのが大事だと思います。中段の回し蹴りを稽古することによって自分の体重が一番乗る蹴り方を身につけ、相手の中心を捉えることができるようになります。全身で大きく正確に蹴るように稽古しましょう。中段回し蹴りから大きく踏み込んで蹴る、はい、同じタイミングで自分のやはり足首が相手の太ももに届くように、狙う場所はそれぞれ違いますけども、ヒットポイントは同じですね。同じようにして上段回し蹴り、中段で、理想は中段回し蹴り、上段下段全部同じ軌道を取るのが、理想だと思います。中段回し蹴りで蹴りの感覚をつかんだら、同じように下段上段に蹴り分けます。蹴る場所によってポイント、リズム、軌道が大きく異なると相手にとって受けやすくなるので、慌てずしっかり蹴り分けてみましょう。分かんなかったです。あ、そう、今シャレで出したんだけど。相手の足の外側を狙った、攻撃のパターンをいくつかやってみたいと思います。だれ、よし、はい、構えて、はい、まず、自分から仕掛ける、パターンと相手が攻撃してきたのに対して合わせて下段に返すパターン、があると思うんですけども、まず自分から行くパターンとしては突きから入って下段につなげる、突きから入って下段につなげる。この時に下段を蹴る時の注意点なんですが、前足がと後ろ足、奥足、当然距離が違いますから、普通にオーソドックスに構えている時に
何気なく出した蹴りというのが距離の違いによって、先ほど言った、ヒットポイントがうまく、取れずに自分のつま先で蹴ってしまったりとか、あるいは全然、効かない蹴りを出してしまったりということがありますので、まず間合いをしっかり認識するということですね。はい、続きまして相手が、攻撃し仕掛けてきた場合、特に自分の場合は相手の技に合わせて、例えば突きをついてきた技に合わせて受けながら相手の突きをかわしながら下段に狙う、あるいはそのまま相手が出てくるのに合わせて下段を狙ったりするという攻撃をよく使いました。これはどっちかというと倒すというよりも、この相手の突きのインパクトを外す、それでいて相手のバランスを崩すという、そういう目的で試合なんかでは使ってたと思います。それじゃあいくつかやってみたいと思います。はい、じゃあまず自分から攻撃するパターンですね。ちょっと蹴り取って パンチから蹴る、では蹴りから蹴りにつなげる、蹴りから蹴りにつなげる、これは基本的なパターンです。パンチできた場合に相手の突きのインパクトを崩しながら、ちょうど前に入ってくるパンチ打ってきて、はい、この時前足に体重がかかってますから、まあ、ちょっとポイントが少し足の裏側になってしまいますけどね、体重に乗ってる足をそのまま狙う場合と、逆ずついてきて来た前にちょうど相手が踏み込んでる、踏み込んできたのに合わせて蹴るパターンと、あります。それから例えば相手の蹴りをスッと引いて降りたときに蹴る、足を受けてきてスッと降りた足を狙う、これも、効果的だと思います。相手が例えば自分の前足を狙ってきた、スッと、体を入れ替えてですね、入れ替えて蹴る、突きもそうですね、来たようにスッと入れ替えて、まあ、これは入れ替えるというよりも、一旦自分を引いてためを作った状態ですね、ためを作った状態から蹴ると、これは決して急いでやる必要はないと思いますから、スッと引いて落ち着いて、で相手が、これも当然足の長さが違ったりだとか、大きい小さい人間によって前が変わってくると思いますから、カルテやる場合なんかはこのぐらいの前でも大丈夫なんですけども、大きい外人なんか足長い人とやる場合はちょっと距離を取った状態で相手の足が当たらないようにすることが大事だと思います。続きまして下段回し蹴り、今度は相手の内股ですね、内股を狙った、下段回し蹴りの練習をしたいと思います。はい、向かって、はい、おし、はい、構えて、はい、外側蹴るのと、若干、変わってくるんですが、内股の場合はまず、まあ、自分から攻める場合なんですけどもね、相手の、まあ、自分の場合はよく膝の裏側を狙って、蹴ったんですが、ただこの内股を蹴る蹴りというのは非常にリスクが高くて、当然相手の足骨膝を狙うわけですから、自分の足を痛める確率がかなり、高くなってきますから、そこを注意して蹴るようにしてください。内股蹴る場合はそのまま足を掘り投げる、自分の体をそのまま体当たりするような気持ちで蹴っても大丈夫だと思います。特に前足の内股を蹴る場合というのは、自分から前を取って踏み込んで思いっきり蹴る場合と、先ほどやりました相手が
これも例えば前の月についてきた、後ろの月でついてきた、どっちにしても前足に体重かかってるわけですから、そこの体重をかかってる部分を狙っていくと、そうすると、相手はかなり、ね、崩れると思います。いろんな技を出す中で最後はそこに行ったり、あるいはそこから技を展開したりということをちょっと意識して練習してみてください。はい、それではまず自分から攻撃するパターンとして同じ足で2回蹴るね、2回蹴る、交互に蹴る、蹴って戻す、内股に入っておいて技を散らす、それからパンチに入る、それから逆突きから入ってここから腰を戻す力で内股に戻す、相手の攻撃をブロックしてそのまま前打ちに戻す、蹴って戻す、相手の蹴り足が上に上がれば上がるほど下が空きますから、こっちもね、そうね、蹴ってきた、はい、狙えるわけですね、かかと落とし、ね、もう一回、もう一回、左足、足が上がれば上がるほど下は狙えると思います。相手の特に蹴ってきた足、蹴ってきた足が降りる瞬間ですね、スッと引いてパーンと前打ち狙う、上段パーン、じゃあ難しいか、もう一回、もう一回、足が降りるときに、内股で返すというのは結構これ、入ると思います、研究してみてください。こういった、パターンというのはいくつでもいくらでも幅は広がると思いますので、自分でやってみて体がしっくりいく、つまり打って、腰が入るというんですかね、違和感のないフォームというのを自分で感じながら、このやり方ちょっとしっくりこないなという、パターン蹴り方っていうのはおそらくどっか、バランスが崩れてたりとかしてる場合がありますから、その辺をゆっくりですからね、自分で、見つけながら稽古するのがいいと思います。数々の強豪を沈めてきた伝説の下段回し蹴り、天性のようだが実際は間合いや蹴り方など基本的な稽古の積み重ねで完成したものであることがわかる。日々基本に忠実に稽古することこそが重要なのである。華やかな大会に目を奪われがちだが、全ての原点がこの道場稽古にある。老若男女が一堂に集い、己を見つめ己を磨く。白帯もチャンピオンもここでは一道場生となる。鉄人和美はじめの原点もまたこの道場にある。和美道場設立にあたり、彼が最も重視したのがこの道場稽古である。頑張れ、はい、中段追いつき、はい、自分のつま先から頭のてっぺん、指先までね、意識をなくさないように、手がこうね、緩んだり、ね、前足が、これさっき言いました指でね、両足こう、床をふわっと掴みますからね、伸ばせないように、頭をぐーっと上に引き上げて、はい、よし、3、前から相手がついてきた、ね、前を外しながら受けてください、ね、1、3、
ぐーっと体で受けるように。そう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 、はい、これ次。押す。1、2、3。前足がね、膝が前蹴り、中蹴、逆突きね。押す。押す。はい。ここでまあ形としては止まってるけどもさ、中自分の体の中ではもういつでもそのまま出れる、そのまま引ける、そのまま動けるっていう体の中の準備を持ちながらね、やりましたね。よし、おう、シーチ、ハーチ、はい、いいよ、頑張れ。はい、列出して。どう、簡単でしょ、ね、あの別にこれやってることはさ、一つ一つの技を分解してみたらさ、普段移動稽古でやってることと同じだからね、うん、だからむしろなんていうの、今自分がさ必死に覚えようとしてるから、ね、それが一番稽古になるから、別に形をねどうしようとかうまくやろうとかそんなの全然考えなくていいからね。はい、もう一回ゆっくり。よし、えい、3、よし、えい、はい、3、相手の足を払う、払って中継、はい、これも、まず試合と道場の組手では目的が異なることを理解しましょう。相手に近づきすぎない、近づきすぎないよ。試合では勝敗が大事ですが、組手に勝敗は存在しません。自分の特性を生かし、何が足りないのか、何が必要かということを見つめることが大切であり、そこに試合と道場での組手の違いがあります。少年部、女子部は豊かな感性を基調とした空手を創造し、少年部は息長く続けられる生涯学習としての空手を目指す。そして一般部は体力を生かし、自分の限界を打破しようとする空手を志す。というように個々人の意識を明確にすることが大事です。いたずらに勝敗にこだわると本来の目的からかけ離れてしまうことを理解してください。道場とは選ばれた人間が王道を目指すことのためだけにあるのではなく、あらゆる人が充実した生活を送るために門戸を開いているのです。まあ、これは本当にすごく課題なんですけども、まず基本的にね、その場に居つかないと、これはもうずっと散々言ってきたことなんですけども、相手の攻撃、自分がその相手と接触する前っていうのはね、自分のリズムがこう保ってたり、あるいは自分なりのその運速っていうのかな、できてるんですけども、いざ相手が入ってきた時ですね、入って打ち合いの時にそこでもうガチガチに固まって我慢比べをしてしまうっていうね、ケースが非常に多いです。ただこれはなかなか難しいことですから、
自分で意識していかないと変えることできないですからね。お互いに殴り合って殴り返すっていうのは当然これ体が大きい人だとか若い人間の方が、有利なんですけども、今やってるその運速だとか自分のリズムをねこう変えて相手を翻弄するっていうのはこれは別に大きい小さい関係ないですからね。誰でもで対してもできることですし必要なことですから。それから、あともう一つ、技を出した後特に蹴ってそこで止まったりするっていうね、その瞬間って一番狙われやすい、状態ですから、自分が技を出してふっと気を抜かない、相手の技を一発かわしてそこでふっと気を抜かない、それを、ね、心がけてやってください。じゃあお互いに今度ね実際にもう一回組手でやりながら今の言ったことをちょっと意識しながらね、例えばその相手と接触する前の自分のリズムだとか、相手と打ち合っている時固まらない、それから、よくあともう一つね見受けられるのか構えて、はい、このね間合いっていうのかな、お互いにもうこの打ち合う間合いのはずがここでね何もしないでこう膠着しちゃってる人がよく見受けられるから、そういうことないようにして、やる。それから技出してそこで止まらない、別に止まるっていうかそのいいんだけども、その自分のリズムが止まらないようにしてください。はい、お互いレイ、はい、構えて、はい、始め。足でいいですか？もうちょっとリラックスして蹴りを、今の前蹴りも整形されて物に蹴っちゃいましたけど、蹴ってやろうとするともうやっぱり相手に分かっちゃう、それちょっと注意して、はい、続行、楽にやる、そう今のそういう、ね、リズムを、自分のリズムをずっと持ってそう。ちょっとそして今の中断は来るって分かった？ちょっと分かんなかった。あ、技のさ、相手の起こりを見逃さないように、ね、あ、今来るかなっていうの、それに対して反応していかないと、ね、はい、そこちょっとストップして、タカさん全部の技で倒そうとしてないですか？全部でね、全部の技で倒決めてやろうとするから、もう思いっきりね、中にはそのなんていうの、適当に出すやつも入れてもいいじゃないですか。その中でその使い分けっていうのかな、ね、適当って言ったらおかしいけども、軽くね出す技の中でいきなり入ったりとか、タイミング変えて入ったりとか、全部その同じテンポで技出してる。だから結構相手もそんなに踏ん張ってしまう。はい、続行、いきましょう。そう、リズムを止めないように、そう、いいよ。そう。はい、やめ。はい、お互い。どうしても技をそのやっぱり相手と相対したときに、ね、技をこれで決めてやろうだとか倒してやろうっていう、ね、心理がやっぱり働いちゃうのはしょうがないんですけども、それをいかに自分の、ね、意識でコントロールするか、それがもう本当に
意識が強すぎると、まあ、今の組手の例もそうなんですけども、全部の技で、全部は全部倒してやろう、倒してやろうっていうね、それが技に現れて、逆に相手にも簡単に外されやすいし、崩されやすい、原因だと思いますから、自分の中でそのリズムを変えるっていうのはね、そういったその技の、例えば、まあ、強さだったり速さだったりね、そういったその部分も含まれていると思いますが、そこを変えながらいかに相手の、強を突くかというかですね、やっぱり来るって分かっている攻撃っていうのはどんなに強くても頑張れちゃいますから、いかにその相手に読まれない分からないタイミングで打つかっていうね、蹴るかっていう、それをあの皆さんこれからちょっと研究してください。はい、これで終わります。えっ、よし、ありがとうございました。己を見つめ、己を磨き、人生を強くたくましく生き抜く強さを身につける。現代社会において得がたい財産をこの道場稽古で育むのである。ではここで和美館長に数日間密着しましたので、それを館長と一緒に見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは館長、合宿の風景なんですか？はい、そうです。年に1回ですね、夏に行われるんですけども、道場生と一緒に寝食を共にして、親睦を深めて、また違った環境で稽古するという。なるほど。厳しさとみんなとのつながりがここでできるわけですね。やっぱ水の中で組み手をしたいなんかっていうのは何か意味があるんですか？はい、やはり足場が悪いですから、その中で、うまく自分の体をコントロールしてバランスを取りながら稽古する、非常に難しいんですけども。なるほど、はい、動きと精神を両方鍛えちゃうってことですね。子供たちも参加してましたね。そうですね、子供が結構多いんですけども、館長は子供たちに直接指導したりとかってあるんですか？はい、指導します。ああ、子供たち羨ましいな。なんかこう子供たちに指導するっていうのは大人とは違いとかありますか？そうですね、やはり大人に比べてですね、非常に感性が豊かですので、いつも子供の指導でやっぱり難しいなと思うとはですね、やっぱりそこら辺なんですよね。いかにその感性が豊か、はい、子供一人一人 の、 その個性をどうやってこう伸ばしていけばいいかなっていう。なるほど、一番難しいですね。なるほどね、はい、そこで館長が心がけてるポイントみたいなのはあるんですか？そうですね、とにかく褒めてあげるっていうことですね、それから、間違った時は叱って、で叱りっぱなしじゃなくて、一つ叱ったら二つ褒めるっていうことを心がけてやってます。あ、それはいい話だな。館長のこの優しさっていうのがすごく出てるような気がします。実は僕はね、和美がすごい優しい人なんじゃないかっていうのを試合を見ながら感じてたんですよ。あ、そうですか。ほらこの笑顔、優しそうじゃないですか。そうですか。優しさとともに館長大食いなんですね。まあこれでもかなり食欲が落ちてですね。これで落ちてるんですか？はい、ほー、これさっき言ってました。そば食べながら吹かないでください、館長。噂に聞くと館長は甘いものもすごく好きだっていう。そうなんですよ、これ本当昔からですね、で選手やってる時もよく甘いものを食べましたね、チョコレートパフェも好きだって和美さん聞いたんですけどね。食べることがパワーの源なんですね。そうですね、まずは基本ですね。わかりました、じゃあ館長これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。いいやん、そのに、よーい、1、2、
三。新生和美道場では新しい試みとしてさまざまな格闘競技の要素を取り入れた組手稽古が行われている。それらを研修稽古と呼び、和美はじめ館長の指揮のもと、選手指導員によって新たなる格闘技術が追求されている。競技ルールが違っても人間の強さは共通であるということに気づいたので、こういったさまざまな形式の組手を行っています。一つのルールにこだわりすぎるとなかなか自分の空手の全体像が見えてこないと思ったんです。特にいろいろな試合に出ることを推し進めてはいませんが、違う状況下に身を置くことにより自分の空手を見つめ、自己に内在する格闘本能を目覚めさせることが一番重要な目的です。自己の中に眠る格闘本能を覚醒させ、あらゆる状況に対応する。21世紀に求められる最強の空手を和美道場では追求していくのである。
あらゆる武術の稽古は最終的に一人稽古に回帰するという。外敵から自己へ、外観から内観へ。その時モノノフは未踏の境地へ達するのだ。引退後も修行を続ける和見始めも今そのモノノフの道を歩まんとしている。生涯をかけて取り組む最強への道、その果てしなき道を経て一体彼はどんな境地にたどり着いていくのだろうか。和見一の真の戦いが今始まろうとしている。
全部合わせる。止まって、ね、そこから何かしようとした。で、中段なんか、中段で倒そうと思ってるでしょ。だから全部一発蹴って終わっちゃってる。あれ、倒そうと思って蹴る、蹴りっていうのはさ、逆に全部読まれちゃうよ。で、中段来るって分かるでしょ。悪くなってもで作る。だからさ、もらった形に入ったとしても結構来るって分かってるから、踏ん張れちゃう。何気なく出した蹴りの方が絶対効くから。そっちは絶対歩むことあると思うから。それをちょっと考えていく。Thank you.